そうですね、下がらずに行ってもいいと思いますね。いいですね。奪った、ターンオーバー、信州です。前田が運びます。そしてホーキンソン出して、ホーキンソン、マーシャル、前田、ここはボールが動く、回してスリーを奪ってきた、ホーキンソン決めた。いいですね、あのボールも人も動いてますし、またディフェンス返ってきましたね。先ほどゾーンディフェンスやってましたけど、そうですね、はい、ホーキンソンのスリー、今日1本決めている、2本目決めた。いいですね、シューターにはやっぱりどうしてもディフェンスはつかなきゃいけないので、はい、そういうシーンが多くなるとは思うんですけど、やはりちょっと怖いと思います。また入ってきた、寺島、手を出した、ホーキンソンのブロックで、またただその中でこうドライブした時に、ホーキンソン、そしてマーシャル、これは見事でした。ホーキンソン、今日スリーポイント当たってます。ヤン・ジェン、それから再びホーキンソン、ホーキンソンには辻、ホーキンソンが打つ、決めました。これもディフェンス、マクエンリーから岡田へ、ディフェンス返ってます、中のホーキンソンへ、いいパス通しましたね、はい、ディフェンス、そして寺島が中のジャクソンへ、よくディフェンスしましたね。前田、熊谷、そしてホーキンソンへ、ミスマッチなのでここで人数、ホーキンソンのフローター、そうですね、沈めた。そして今ボールを持っている前田もそうです。いいですね、ホーキンソン3、今日2分の2来ました、これで3分の3、今の3本目、マフィーの3、これはリング、走ってますね、走っている岡田、手を伸ばした、マフィーが落とした、カバーする、よくフォローしましたね、ところでずっと走っている選手は、まあ、本当にチームにとって必要ですよね。ミスですね。手を伸ばした。ホーキンソン奪う。いいですね。そして走る岡田。いい、ね、前田から中へ、ホーキンソン。あっと落ちたが、これは沈めました。いや、素晴らしいところ見てましたね。変わって入っている岡田。ホーキンソンの3は沈めた。いいですね。これも決めました。で、選手のミスを誘ってのスリーポイントっていうのが作れたら一番ベストだと思いますね。しかしここはアウトナンバー、マケンリーです。